球ファンの待ちに待ったペナントレースが始まりました。まずはライオンズの先発高橋光成がベルーナドームのマウンドに上がります。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。ポッテ打ちました。ここはフライになっています。ポッテ、はい、アウトコース空振りストライク。104打ちました。高いバウンドショートゴロ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。ってくると僕は思います。はい、両チームの2番バッターどんな攻撃に加わってくるのか見ていきましょう。甘い球以外も含めた広めのゾーンを狙う感じでしょうね。打ちました。さあどうだ。ワンバウンドヒットになりました。おっと送球が取れた。バッターランナーは2塁まで進みました。もう腹を決めて打つにしても見送るんです。しっかりと抜けた。セカンドランナー帰れば先制。152キロ、外のボール打った。上がりすぎたか。さあバックホームするか。さあ先制のランナーがタッチアップ。サードランナーホームイン。山川きっちりと犠牲フライを決めました。主導権を握っていきます。ボールツーストライクとフルカウントとなりました。打ちました。これはどうだ。取った。アウト。低め打った。ショートの左。一塁送球。一塁アウトでスリーアウト。このピンチ空振り三振に切って取りました。バファローズの追撃を許しませんでした。フルカウントです。見逃し三振。ランナー出ましたがライオンズ得点には至りませんでした。4回終わって1対0、フルカウントとなりました。打ちました。あっと強い当たり取れない。ボックしています。今日は調子。ランナースタート。キャッチャー2塁送球する。ナイス。変化球抜けていった。サードランナーがホームに帰っていきました。ライオンズ追加点を挙げました。さあ仕留められるか。変化球打った。センター前へ抜けていく。サードランナーホームイン。ライオンズ追加点3対0。リードを3点に広げました。スリーボールツーストライクです。ここでフォアボールを与えました。いつになってくるでしょうか。バッターこれはどう。ファーストの横抜けました。ツーを狙うときはどういうリードをするんでしょうか。あっと取れない。バッテリーエラーが出ました。ですからね。そうですね。ここは踏ん張りたいところ。ゲッツーを狙うときはどういうリードをするんでしょうか。ふわふわっと上がった。掴んでアウト。わずかに外れました。このピンチ見事三振を奪いました。なんとかここは抑え切りました。ここでさらなる追加点。ダメ押しの1点が入ります。ライオンズバッターはどう考えているでしょうか。しっかり捉えた。さあいいところに飛んでいる。落ちた。ヒットになる。二塁ランナー三塁のバッター。セカンドランナーも今ホームイン。しかしこの回西武ライオンズ4点を追加しています。あとワンアウトとなりました。そうですね、まあ、打ちました。セカンドが取る。これで3アウト。試合終了になりました。西武ライオンズ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。今打ちのボール打った。大きな打球だ。ライン際ですがここは打ち上げています。最後は外野フライ掴んでアウト。埼玉西武ライオンズ日本シリーズ進出決定。東京ドームには大観衆が詰めかけています。日本シリーズ第7戦です。振っていきましたが三振。試合終了。埼玉西武ライオンズ日本一達成。さあそして監督の胴上げ。敵地での優勝となりましたがスタンドからは大きな拍手。